あなたは楽園に入る資格がありますか？はあ？ミックス舞台？よくぞ聞いてくれました。任務ごとに特別に選抜されたグールたちが寮の垣根を越え協力する画期的な編成方法、それが今回新たに創設した超スペシャルプロフェッショナル特殊チーム、ミックス部隊なのです。この新しいシステムは寮単位で表彰する栄冠賞に向けて個々人の実力も測り、細かく量を評価するための試みです。優秀な監査役である特待生さんには今後は量ごとの任務だけじゃなく、このミックス部隊の任務にも同行してもらおうと思います。いいお返事ですね。期待してますよ。余計なこと。あんたたち、今度は一体何を企んでるんだい？まあまあ、そう突っかからないでよ。最近ちょっと当たり強くない？これはあくまで君たちみたいな頑張り屋さんを正当に評価するためのシステムなんだ。多寮生に任せて任務をサボってるとか、逆に誰かに足を引っ張られてるとか、そういう理由で正しく評価が下されてない生徒って結構いると思うんだよね。僕たち教師が気づいてないだけでさ。ロミオ、君だってこれ以上邪魔が入るのは困るでしょ。当たり前だろ。こっちとら今までどんだけ苦労して。こないだ君たちがぶっ壊した横浜の倉庫、あれケツ持つのマジで大変だったな。では交渉成立ですね。そしてもう一つ、記念すべき第1回目のミックス部隊にはルッチ君をリーダーとして任命します。なんだって、俺がリーダー？はい、調査指令書は後ほどお送りするとして、調査先の規模を考えると残りのメンバーは2人いれば十分でしょう。出動許可書発行前にメンバーをあと2人選んで話をつけておいてください。もちろんミックス部隊なんですから、メンバーはシノストラ以外のグール寮生から選んでくださいね。はあ、話をつけるってそんなことまでこっちでやんなきゃいけないわけ？リーダーに任命されたグールはそのカリスマ性や指揮能力も試されるからね。うまくいけば評価はうなぎ登りってわけだ。あの人はいつもいつも急なんだよ。まったくこれだから EKJ は。
ノストラが懲戒処分で任務に行けない以上、やるしかないだろ。ただでさえあのバカでかいディーラーが暴れた時の修繕費用で、うちは大赤字なんだ。それに、今回俺がリーダーに抜擢されたってことは、ある意味でチャンスだしね。あんた、さっきの話ちゃんと聞いてたのかい？ミックス部隊はリーダーである俺が一緒に行くグールを選べるんだよ。絶対嫌だ！ミックス部隊だかなんだか知らねえけどな！誰が好き好んでお前なんかと任務に行かなきゃいけねえんだよ！へえ、本当に断っていいのかね。いいに決まってんだろ！ただでさえ今はガチ祭の準備で忙しいってのにさ。あっそ、それじゃ特待生、行くよ。こんなキノコ頭は放っておいて、俺らは二人で仲良くお出かけしようじゃないか。あいや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 、この変態野郎！ついに特待生ちゃんにまで魔の手を伸ばしやがったな。してる！大体お前、仕事だ出稼ぎだとか言って結局下心ありありじゃねえか！バカ言ってんじゃないよ。あんた、この間の緊急全校集会をもう忘れたのかい？ああ、それとこれとどういう関係があんだよ。相変わらず勘の悪い男だね。早くキクロスを見つけてやんなきゃ。この女はどうなんのかって言ってんだよ。そんな大事なこと忘れるわけねえだろう。そもそも藤君はさ、自分の立場分かってるわけ？これをあの女に見られたくなきゃ、俺らと一緒に任務へ行くか、それともそのペンダントを俺によこすか、好きな方を選ばせてやるよ。手間取らせやがって。最初から走行耐えときゃいいんだよ。なあ、全然いいのよ。だってほら、特待生ちゃんの呪い解かなきゃだしさ。
フィーコ、お飲み物をご用意しました。ああ、こいつらにも出してやんな。俺と同じホットジンジャーでいいよ。かしこまりました。にしてもミックス舞台ね。なんかそれっぽい名前はついてるけどさ、君たちは特別ですよ。勘だけ出して結局ごまかされてる気がすんですけど。いつまでもピー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 うっさいね。学園の魂胆はどうであれ、この任務を成功させればメリットがあるに違いないんだ。富士君は黙って俺の指示に従ってればいいんだよ。クソン、大体なんでロミオさんなんかをリーダーにしたんだよ。まさか裏取引でもしてんじゃねえだろうな。ふん、勝手に言ってな。学園からまだ詳しい調査資料も届いてないし、後で考えりゃいいと思ってたんだけどね。会議によっちゃ対処方法も捕獲の仕方も変わってくるだろう。まあもう少し怪異に詳しい奴がいりゃ、いざって時に困らないのは確かだね。はあ？あいつらに頼るなんて二度とごめんだね。あそこの KAI、しつこくクレームばっかつけやがって。対応は新庄に任せてるけど、うざった言ったらありゃしないよ。 KAI？ なんだそれ。高慢ちきな悪徳医者もどき。その通りだわ。仕方ないだろ、内緒では触れないんだ。そもそも契約書を交わしたわけでもなし、そんな約束した証拠なんて残ってないからね。出た、必殺言ってない詐欺。落ちとら遊びじゃないんだ。仲良し小良しでやってられるほど商売も任務も甘くないんだよ。お前、特待生ちゃんが困ってんだろ。新人いびりも大概にしろよな。はあ、これは教育だよ。どうだか、つーかどっちみちもう一人メンバーが必要なんだろ。他に当てでもあんのかよ。ふん、当たり前だろ。俺の人脈をなめるんじゃないよ。あ、もしもしクロッサー。俺だけど、ちょっと付き合ってほしい任務があってさ。なんだって、学祭の準備で忙しい？あんたがイベントごとに参加するなんて意外なんだけど、一体何企んでるわけ？うん、まあそれなら仕方ないね。わかった、また何かあったら連絡するから。バイバイ。なんかダメだったっぽいね。もしもしハリー、今何してんの？
会の準備？まったくどいつもこいつも。まさかあんたまで忙しいって言いたいんじゃないだろうね。何？人面犬が脱走した？ちょっと、まだ俺の話は終わって。また断られたっぽいな。あ、ミックン、俺だよ俺。はあ？オレオレ詐欺じゃないっての。ちょっと頼みたいことがあってさ。え？それどころじゃない？店もしばらく休むだって？もしかして学祭の準備でもしてんの？大正解じゃないよ！あんたたち揃いも揃ってたかが学園行事に浮かれすぎなんじゃないの？失礼します。ホットジンジャーをお持ちしました。こんな時に限って学祭なんて。ガーラだけに飽き足らず余計なイベントまで復活させんじゃないよ。これさ、先生たちが説得すんの嫌だからわざわざ指名制にしたんじゃねえの？あのイケチはめやがったな。どうせ学祭の準備が忙しいって話だろ。こっちは次の作戦を考えなきゃならないんだ。さっさと用件を済ませな。むしろ俺の方が忙しいじゃねえかよ。ちょうどいい。 KAI と関わるのは死んでもごめんだけど、あの能面男の方なら少しは話せるからね。前回のツケ、耳を揃えて払ってやろうじゃないか。もうなんで俺がこんなとこ来なきゃなんねえのよ。なあ、特待生ちゃんには悪いけど、それは無理だろうな。あのフランケンシュタインが俺らに協力してくれるはずねえもん。もちろん特待生ちゃんの頼みなら俺超頑張っちゃうけどね。そんなことよりさ、なんだっけ、そのミックス舞台、ほんとマジ超迷惑だよね。こっちはせっロミオさんと別の寮で平穏に暮らしてたってのにさ、そんな新システム作られたら俺の逃げ道がなくなっちゃうっていうか。いや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 、そんな可愛いもんじゃないから。あんなのに半年間も追われてみ。最近じゃ道端で誰かに声かけられるだけで変な汗出るようになるしさ。
そうなんよ。ロミオさんってその前はあんま学園で見かけなかったからさ。もちろん賭博場にもいなかったし、あの頃はそれなりに平和な日々だったんだけどな。俺ここの雰囲気苦手なんだよな。まったく、これだから不勉強な新参者は。はい。むむ、貴様、予約もなしに何の用です？ちょうどいい。僕は今コピーの一枚もろくに取れない役立たずな一年に気がめいっていたところなんです。貴様、この書類を今すぐ印刷してくるように。早くお願いしますよ。まったく、この程度の仕事にこの伊佐美有利の貴重な時間を取らせるなど、損失もいいところです。いや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 、人の話聞いてた？俺らそんなことしてる暇ないんですけど。貴様はあの俗悪な忌々しい恥知らずの集うフロストハイムのグールでは？そうだけど。いや違う、今のはさすがに言い過ぎじゃない？気が変わりました。印刷の必要はありません。貴様たちは今すぐここを出ていくように。